はい、こんにちは、まえチャンネルの前原です。で、今日はこちらですね。うん、デュエルマスターズの DM 新三段気分上々メラベンチャーです。はい、こちらも2017年9月16日本日発売ですね。はい、これを2ボックス買ってきてますので、うん、1ボックス目全部開封しましょう。はい、開封対決にしましょう。はい、で、スーパーレア以上、スーパーレアとマスターと DG、うん、今回 DG ありますんで、はい、はい、これも含めてどっちが枚数多いかで対決しましょうね。はい、最後に罰ゲームもあるよ。はい、パッケージ開けるとこんな感じだね。うん、もう完全に今回は非文明って感じするね。うん、はあ、はい、パッケージこんな風になってます。うん、一番上にこのジョニーの非文明、はい、メラビートザジョニーいるね。うん、そしてジョーが映ってますね。はい、できるね。はい、では15パックずつ今シャッフルしました。はい、なので、1パックずつ開けていこうか。うん、まず記念すべき1パック目、キリングリンボ闇だね。うん、ゴルピーハーフ、ラトリエロブション、うん、これはベリーレア、ベリーレアか。シングシンガー、ママロロン、僕の1パック目、夜空ふわふわだけ竜奏者ダークマ65号、サークルレガード、失われし近日の復元、機動兵デメタイ。2パック目、ザ・タンタンメン、あ、出た、ジョーカーズだね、これ非文明の、うん、ファクピタル、ぼちぼち旦那、これもジョーカーズ、うん、内なる舞台イワシン、次元波動魔法春、僕の2パック目、幻想の魔手カレイド、奇跡カンラ、騎馬戦チュリフ、メラビートザジョニー来たー。しかもシークレットかな、これ。うん、シークレット。うわ、よっしゃー、かっちょいい。うん、キランキランやね。これバッドブランドのスケボーだ。あー、そうだね、きたーと。激おこフジヤマン、3パック目、タルタホル、緑地銀アニョン、あー、あー、 DJ、 あー、人の作りし物。うわ、出たこれはノーマルなのかな、シークレットかな、これわかんないね。うん、すげえ、でも結構キランキランしてるね。やったー。狂気68号ボンスケ、青春銀グーテン、僕の3パック目、両馬怪人ティボーン、奇跡ゲンブルー、ジャババハット、あ、出た、3代目ファンクロー、ジョーカー、シンクロシールド、4パック目、アップップタンク、幻想の魔手カレイド、エナジーチュリス、怪獣ヒヨク、ファイト一発マンジョーカーズ、僕の4パック目、粛清者アシモフ、フロンティアチャージャー、ジョーカーズ、レッドダスター、狂気82号スタッフ、ホレンココタンク、5パック目、サークルレガード、マッシブチュリス、怪獣カキール、狂気82号スタッフ、ショッキングダンダン、僕の5パック目、エナジーチュリス、浅瀬の探索者ランチ、絶対音カーン、これはベリーレアか。うん、直進ゴー、ジョーカーズ、シンクロデッサイズ、6パック目、後期ペトオキナ、ピーマンドリル、未知なる舞台イワシン、3代目ファンクロー、郵送者キリバイ、僕の6パック目、粛清者アシモフ、アップブタンク、ファクピタル、ソゴジーさん、ベリリア、シンクロマニューバー、7パック目、惑星都市バブラブル、骨折位リブ、粛清者アシモフ、レッドギアスターベリリア、シンクロデッサイズ、僕の7パック目、ぼちぼち旦那、奇跡カンラ、戦の傾きゴボウ、シンクロスパイラル、ゴアジゴティ、8パック目、預言者テロン、破砕作、渦中の忍者メルカジーク、ベディリア、シモーヌペトル、シンクロマニューバ、僕の8パック目、後期ペトオキナ、骨折位リブ、マッシブチュリー、戦の傾きゴボウ、オウィンデンスメイザー、9パック目、
浅瀬の探索者ランチュ、マッシブチュリス、お、グズタフアルブサール、マフィーキャンクだ。これシークレットだね、うん、スーパーレア出ました。パパに2ポイント目だねこれ、はい、バーバーパパ、ジョカス、カボチャウチャウ、僕の9バック目、怪獣アリサ、ガンガン温暖波、地の学び刺客、怪奇道アワービ、ジバゴン三兄弟、10バック目、フロンティアチャージャー、爆撃男、魔導スクラム、ロロカゲティ、コクンシャナバガン、僕の10バック目、後期ペトーキナ、ピーマンドリル、狂気65号壁ドン、シンクロチュー、中継にグスタスク、11パック目、メジャークラスター、ピーマンドリル、狂気09号キャリベータ、スーパーレアですね。素晴らしい、うん、郵送車バザージープ、音石トルコイ、僕の11パック目、ヒゲソーリー、チョーカーズ、惑星都市バブラブル、骨折イディブ、レオレンジ、コーディネート、12パック目、シェルエイトレス、惑星都市バブラブル、カメライフ、チョーカーズ、お、石膏銀マルハファン、うわスーパーレア。またパパ4ポイント目、やばい。ママロロン、僕の順位学目、キリングリンボ、怪獣アリサ、記憶の紡ぎカサネ、ベディレ、タンガーイアオゲ、シンクロチューン、13パック目、ガンガン温暖波、爆撃男、激横フジヤマン、バーバーパパ、ビッグバンフレア、僕の13パック目、騎馬戦チュリス、夜空ふわふわだけ、聖主銀グーテン、シングシンガー、流走者ジュランジュ、14パック目、両馬怪人ティボーン、エナジーチュリス、聖主銀グーテン、流走者バザジープ、温光銀バラード、僕の14パック目、シェルエイトです、流走者ダクマ65号、ぼちぼち旦那、ジョーカーズ、レッドダッサー、ビートジョッキー、スカルベントガレス、15パック目、爆撃男、メジャークラスター、預言者テロン、タンガンイアオゲ、ジャスティルミナリエ、最後の15パック目、怪獣カキール、ザ・タンタンメン、シンクロマニューバ、直進ゴースポーツ対比、以上でした。はい、はい、じゃあ出たカード見ていきましょう。はい、まずは石膏銀マルハバンダね、メタリカです。クリーチャーでシンパシーコスト3以下のクリーチャーって書いてあるね、このクリーチャーを召喚するとき支払うコストはバトルゾーンにある自分のコスト3以下のクリーチャー1体につき1少なくする、ただしコストは0以下にはならないっていうことですね。内畑クリスタでコストが減った上にさらに一つ減るってことでしょ、コスト3以下のクリーチャーだからね、だからかなり早く出せるんだよねこれね、うん、でブロッカーでダブルブレーカーです、はい、自分のコスト3以下のクリーチャーが破壊された時このクリーチャーをアンタップするんだって。自分のコスト4以上のクリーチャーが破壊される時代わりに自分のコスト3以下のクリーチャーを1体破壊しても良いということですね。なるほど。そして次は狂気09号キャリベータ、マフィギャングとデーモンコマンドだね、はい、このクリーチャーを自分の墓地から召喚してもいいんだって。自分のターンの終わりに自分の山札の上から2枚を墓地に置いても良い、そうしたらカードを1枚引くだって、うん、これ毎ターンでしょ。そうだね。ああすごいね。はい、続いてグスタフ・アルブーサールだね、うん、マフィギャングです。ネオクリーチャーダブルブレーカーで絆プラスだよね。あ、このクリーチャーがアタックするときその下にあるカードを1枚自分の墓地に置いても良い、そうしたらこのクリーチャーと自分の他のクリーチャー1体の絆プラスの能力を使うと、うん、でこの子の絆プラスは進化でないクリーチャーを1体自分の墓地からバトルゾーンに出すんだって。おうん、マフィギャングらしい効果だね、うん、
はい、続いてこちら DG 人の作りしものだね、はい、メタリカです。このクリーチャーがバトルゾーン出た時またはタップした時、自分と相手のシールドを1枚ずつ選ぶ。このクリーチャーは選ばれたそれらのシールドをブレイクするんだね、うん、自分のシールドゾーンから手札に加えるメタリカまたは裁きの紋章すべてにシールドトリガーを与えるんだよね、うん、これなんかあれだよね、アニメでもすごい怖かったよね。そうだよね、お互いにシールドがどんどん割れていくっていうね、うん、怖いやつですねこれはね、うん、はい、最後にこちらメラビート・ザ・ジョニーだね、うん、ジョーカーズです。スピードアタッカーでダブルブレーカーです、うん、そしてマスターダブルメラビートがあるね。このクリーチャーが召喚によってバトルゾーン出た時、ジョーカーズオーバーエクスプロード能力を持つジョーカーズを2体まで自分の手札からバトルゾーンに出すんだ、うん、ね、ただ出しできるんだね、うん、このターンの終わりにそれらを好きな順序で自分の山札の一番下に置き、その後こうして下に置いたクリーチャー1体につきカードを1枚引くだ、うん、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、バトルゾーンに自分のジョーカーズが5体以上あれば相手のクリーチャーを全て破壊する。怖い怖い。まあでも1枚しかないから、うん、これが4枚あるとやばいっす。そうだね。はい、ということでスーパーレア以上私は4枚でした。エイシンくんは1枚。残念だったね。ということでこの勝負はエイシンくんの負けです。今回も罰ゲームはルーレットでやりたいなと思います、はい、うん、罰ゲーム今、ね、4つあります。はい、顔に落書き1番ね、うん、2番がメガナーフでお尻を打つ、出た3番がサルミヤキ、あのまずいやんね、はい、4番がまずいグミ、これアメリカで買ってきたやつです、はい、どれもきついですね、はい、はい、じゃあ、はい、ということで、この前も使ったルーレットアプリ使ってやりましょう、はい、じゃあ進行お願いします、はい、いざ何が出るかな、1。はい、ということで今回はですね、パパが4枚、エイシンクは1枚だったので、まあ差ってことで3秒かな3秒間パパエイシンクに落書きさせてもらいます。ストップ。できました、エイシンクに逃げができた。ヒゲ男爵英子になりました。はい、ということで今回はデュエルマスターズの DMC 三段気分上々メラベンチャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、コメント、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということでもう一ボックス買ってますので、これはまた次回やりたいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。